おはようございます。2016年1月10日日曜日6時5分になりました。今日は3連休の真ん中ということで、あちこち遊びに行ってる人も多いのかなと思うんですけど、でもそんなにね、なんか交通量を見てると、お正月が過ぎて1週間しか経ってないこともあってなのか、そんなになんか出かけてる人が多いような感じはしないですね。それと寒さがそんなに厳しくないので、なんせ雪が全然ね積もってないので、去年のドカ雪とかと比べるとなんか全然こう冬がもう終わろうとしてるのか始まろうとしてるのかなんかよくわからないような、なんか変な感じですけれども、それはさておき、変な感じというか、それに絡むというか、なんと言ったらいいんですかね。今日はですね、久々ですね、マイナビニュースからピックアップしました。IPA の今月の呼びかけ、ランサムウェアの対策としてバックアップ体制の強化をということなんですけども、IPA ってね、情報処理産、推進機構なんですけども、そこが今月この1月のその注意の呼びかけということで、もうランサムウェア、もう何回も取り上げてますけども、ランサムウェアに対して脅威が広まっているということで注意を呼びかけています。ランサムウェア何度も説明していますが、もう一度改めておさらいしておくと、人質コンピュータウイルスと言われるやつですね。で、何を人質にするのかっていうと、パソコンの中にあるいろんなデータですね、それを人質にすると。で、どんなやり方をするのかというと、このランサムウェアに感染するとですね、パソコンの中にあるいろんなファイルですね、 Excel だとか Word だとか、あるいは住所録みたいなファイルとかね、いろんなデータのファイルを暗号化してしまうんですね。勝手に読めないように暗号化されてしまうと。で、勝手にされちゃうんで、その暗号を解くためのパスワードがわからないんですね。で、そのコンピューターにアクセスするとファイルが開かないだけじゃなくって、そこに画面がポンって出てきて、で、もしこの、暗号を解くパスワードを知りたければ、どこそこにお金を送れということが出てくるんですね。で、最近はそれの送金にビットコインが使われることが多くなってきて、要は誰が受け取ってるかがわからないっていうね、匿名性があるので、それでビットコインが使われることが多いんですけれども、そこにお金を送るとパスワードを教えるとは言ってるんですけども、本当にそのパスワードを送られてくるのかどうかすらよくわからないと。で、その暗号化と言ってるのも、正しい暗号化がされてるのか、ただデータがむちゃくちゃになってるだけなのか、そこもよくわからないということなので、結局ですね、このランサムウェアに感染すると、本当そのもう全部のデータを諦めるしかないと。完全に、そのコンピューターをクリーンアップ、要はハードディスクのデータ全部消して、でもう一遍全部 OS レベルから再インストールする以外に今のところ対策がないということなので、もうかかっちゃうともうどうにもできない状態なんですね。元に戻すっていうことができない状態になってる。あるいはその普通のなんか他のウイルスみたいに一部こう必要なデータだけをとりあえずバックアップ取ってから全部クリーンアップして、もう一遍バックアップしたファイルをウイルスチェックとかで検査してとかっていうのをやる意味がないんですね。その暗号化されちゃってるファイルになってるんで、中身がもうわからないファイルなんで、それはバックアップ取ろうが何しようが関係ないと。で、なので、ランサムウェアっていうのは非常に厄介です。で、この IPA が推奨しているその対策としては、そういう万が一のことに備えて、バックアップを取っておきましょうということなんですね。で、その正常なファイルを全部バックアップをちゃんと取りましょう。ただ、この時に注意しなきゃいけないのが、最近はですね、いろんな
ハードディスクとかだけではなくて、そのオンラインのクラウドサービスですね、クラウドサービスね、ネットにつながっていれば自動的にあのバックアップを取ってくれるサービスっていうのはいっぱいあるんですけども、あれはですね、こういうランサムウェアにあんま役に立たないんですね。その自動的にバックアップを取ってくれるので非常に便利なんですけども、一方でそれをやってしまうと、ウイルスに感染したファイルをどんどんバックアップを取ってしまう可能性があると。でそうなると何が起きるかというと、暗号化されたファイルをバックアップ取っちゃうんで、元々のファイルが消えていっちゃうんですね、上書きされていってしまうと。でそうなるとバックアップの意味がなくなっちゃう。その暗号化されたファイルをバックアップ取ってしまうんで、それで上書きされてしまうと、結局そのバックアップ自体も何の役にも立たなくなると、全部がパーになるということがあるんで、その自動的にこうバックアップ取るような仕組みだとちょっと厄介なんですね。で本来いろんなサーバーの運用とかですね、やってた人は分かると思うんですけども、世代管理っていうことをやるんですね。で何のことかというと、例えば、毎週データをバックアップするとすると、その先週バックアップしたやつに上書きするんじゃなくて、先週のは先週ので置いておいて、今週は今週でバックアップを取ると。でそれでその翌週になると新たにまたバックアップを取るんですけども、先々週の古いものもまた置いといて、先週のは先週で置いといて、今週のバックアップで、そういうふうにですね、まあだいたい3世代でこう置いとくことが多いんですけども、3世代バックアップをして、それからもう一遍新しいのやると一番古いやつを消すと。でそうするとですね、最悪、2週間前のデータまでは戻すことができる。何かあっても先週のやつに戻そうとしても、その先週のバックアップに何かトラブルがあったという時には、最悪そのもう一個後ろの先々週のデータまで、遡ることができると。まあ、こういうことをですね、やるんですね、バックアップのやり方としては。で、これがですね、最近はクラウドとかいろんなものになってきて、どんどん便利になってきて、高速化というかネットがすごく便利になっちゃってるんで、みんなあんまりそういうことを意識しないで、やってる。まあその世代管理って結構めんどくさいんで、それをですねやっておかないと、実はランサムウェアにはあんまり役に立たない。でかつそのバックアップの機器をですね、例えばハードディスクにコピーするんであれば、バックアップ取るときだけそのハードディスクをつなぐと。で普段は外しとくね、ネットワークでつないでて自動的にバックアップされちゃうと意味がないので、このあたりはその辺をですねすごく意識したバックアップを取っていかないといけない。だからそのこういうねちょっとね厄介なことになってるんですけども、本当にものすごく基本に忠実なバックアップの取り方っていうのを意識して、やらないとですね、今後ランサムウェアがどんどん今広がってきてる可能性があって、まあこの前もお伝えしたように、そのランサムウェアをですねビジネスとして展開してるような連中もいて、こういうツールを打ってですね、そのランサムウェアで身代金を手に入れた時には、その成果主義って言っていいのかよくわからない、成果報酬って言っていいのか、そういうのを 25% 徴収してですね、残りをそのばらまいた人に、配分するみたいな、そんなシステムを運営しているところもあったりして、非常にね、なんか広がっていきそうな気がします。日本でもね、中学生がランサムウェアのファイルを持ってただけじゃなくて、それをさらに売ってたっていうのがニュースになりましたけども、そんなことがでも出てきてるので、どんどん広がってくる可能性があるというか、その遊び半分とか興味本位でやる、その特に元にいるのが誰だか分かんないっていう風になりやすいので、そうするとそれに調子に乗って、そんなことをやる連中がいっぱい出てくるとですね、非常にめんどくさいことになりそうです。なのでまあそのあたりの対策としては、現時点では本当そのバックアップをしっかり取っていくと。でさっき言ったように、そのリアルタイムで常にこうバックアップできるようなオンラインのストレージのようなものではなくって、めんどくさくてもその都度こうつないでバックアップを取ると。
それからもう今まで何度も言ってますけども、ウイルス対策全般として、OS とかを最新のものにする、それからウイルス対策ソフトを入れてちゃんとあの運営してる、稼働してる状態にするとかね、それからあの不必要に、わけのわからんファイルを開いたりとか、興味本位で怪しげなサイトに行くとか、そういうことをしないということをですね、ぜひ守っていただきたいなと思います。さて、そんなところでもう6時16分になりました。今までも何回も言っておりますがというか毎週水曜日の週刊 IT トレンド X の方も忘れなく、それからホームページをしっかりビジネスに生かしたいという方はあのホームページ再入門、ホームページ集客再入門ですね、そちらの方も見ていただければなと思います。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。